今日は我が家の錦鯉の紹介をします。僕が今飼ってる錦鯉は全部で4本なんですけど、まあ、1本は預けちゃってますね。美沼さんに預けてる銀鱗五色で、これがこの間大会に出して負けてしまった五色ですね。でその後に2匹追加しました。大正3色2本大正の単調ですね、はい、でこれは、まあ、墨が出たら面白いんじゃないかっていうことでちょっと買ってきました。単調のね模様も丸っこいの でこっちのちっこいのはただ単純にちっこいのが欲しかったんで、まあ、その中にいたちっちゃいやつを買ってきたという感じのこの3本ですね。本当は大江戸大会にこの五色を出そうと思ってたんですが、残念ながら中止になってしまいました。なのでこの子は結局出せなくなってしまったんですけど、まあこんな感じでね、今3本うちにあります。預けできないような感じの鯉なので、まあできないわけじゃないんでしょうけど、預け対象ではない鯉を買ってきたので、自宅でちょっとどういう風になるか頑張って買ってみたいと思います。錦鯉、紫外線が関係あるのかも含めてちょっと今いろいろやっているところですね。まあ、なんかいつかね、どんな大会でもいいんで賞に引っかかったら面白いのになというふうに思ってやっています。まあ錦鯉に詳しい人にいろいろ指導されながらなんで、まだほぼ自分の意思で買った魚というのはここ5つぐらいですかね。これはまあいいかもねって話で買ってみて鯉ですね。なんでちょっと今後鯉をやっていって、まあお金がかかる趣味なんでね、そんなにお金使えないんで、僕は安いのでちっちゃい大会にちょこちょこ出していけたらな程度なんですが、まあ、大会にも行ったりして錦鯉いろいろ勉強したいと思います。今回は錦鯉の紹介でした。ありがとうございます。